熟議、掛け合いとは、教育関係者が、インターネット上で熟議するために開設されたウェブサイト。2010年4月17日、文部科学省によって開設された。正式名称は、文部科学省政策創造エンジン熟議、掛け合い。現場の意見を収集して、政策を形成しようとするという点で、オープンガバメント的な取り組みだったと申される。 元文部官僚の寺脇県は、自らの後輩らの仕事である熟議、掛け合いを、子供を含めて国民が広く議論に参加できる、画期的システムだと評価した。熟議、掛け合いでは、教職員、教育政策関係者、保護者、学校支援ボランティア、市民、指揮者、教員を目指す若者など、教育に関係する、様々な立場の者が参加。 議論できる場となっている。このサイトにおける、熟議とは、多くの当事者による、熟慮と、討議を重ねながら、政策を形成していくことを指し、より具体的には、以下のようなプロセスを指す。2010年2月4日に設置された、熟議に基づく教育政策形成のあり方に関する、懇談会に、教育現場やインターネット関連事業者等の委員と、検討した結果、 このサイトの開設が実現した。文部科学省の公式発表にて、当事者が学び合いながら、責任を持った議論を積み重ねていくことで、より良い政策を作っていくためのウェブサイトを政府が開設することは、政策形成の見える化として政府が取り組む国内初の試みとしている。閲覧は自由にできるが、熟議への参加には、会員登録が必要である。 会員登録には、氏名や、E メールアドレスなどの個人情報のほか、どのような立場で教育に関わっているかを示す、グループの選択が必須となっている。なお利用は PC からのみで、携帯電話には対応していない。2010年4月現在、参加人数に特に制限はない。しかし、塾議に適した規模や、塾議の実施状況を見極めた上で、 参加人数が限定される可能性もある。熟議のテーマは、検討課題ごとに書き込みをする形になっている。検討期間は、約1ヶ月であり、後に意見が集約されて、政策形成に反映される。熟議、掛け合い参加に際して、発言者に、以下の5つのことを守るように呼びかけている。正式名称は、熟議に基づく教育政策形成のあり方に関する。 懇談会。本田正美電子政府の変遷と到達点としての、オープンガバメントオープンデータ、研究報告情報システムと、社会環境2014イズマイナス127、寺脇県、文部科学省、P43 文部科学省報道発表、ウェブサイト、熟議、掛け合いを、新設、教員の資質向上策の政策検討スタート。ありがとうございます。